事試合勝って帰ってきました。ありがとうございます。本当やりました。よかったよ、まあ、おかげで両手ね、うん、骨折で代償払ったけど、結局両手だったの。今左手ギプスやってるけど、右手がなんかまだはっきり結果出てなくてさ、はい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 、明日最終チェック、うん、まあ、折れてなかったらラッキーだな。ああ、はいはいはい、うん、いつ頃折れてたの？もう1ラウンド目の序盤か。あ、マジで？そう、フックバーン打った時に折れて、うん、それもなんか、分かった、あ、これいったなと思って、うん、そう、その時は右から、右ストレートがフックかの、なんかの返しでフック打った時だな。うん、そうそう、その時言って、うん、いや、折れたなと思ったけど、でもね、それが戦いをやめる理由にはならないからさ、うんうん、がむしゃらに行こうと思って、うん、右はまだ使えてたから、その時は、はいはいはい、まだ右があるから右振って、こっちは肘、うん、パンチ打てないから肘に切り替えて、はいはいはい、肘当てて右ストレートかなと思って、うん、で、あと組にシフトしたかな。そうだね、組にシフトしてたね。やばいと思って、これやっぱ打撃すごい上手かったし、うん、レスリングもさ、タックルもやっぱ来たから、来たね、来たね、本当にはもう総合選手だなと思って。キックボクシングの試合じゃなくてちゃんと MMA のさ、うん、試合をしてたわけじゃん、ね、うん、だからこそその一回組んで、もう左手使えないって分かったから、うん、組んで寝技持っていくかと思って、うん、なあ、うん、考えてもしょうがないけど、うん、まあがむしゃらだったかな。よかったね。